お疲れ様です。今回のネットフリックスドラマ紹介なんですけども、この会社は学校じゃねえんだよっていうドラマをね、まあどうしても見たかったわけじゃないんですけども、ちょっと試しに見てみました。全体的にはね、これ一部と二部に分かれていて、この今画面に映ってる若者が上り詰めるところと、それから第二部はね、この若者が一定の地位を築いて、 自分と同じような若者をこう育てていくっていう二つのバージョンがあるんですよね。で、感想申し上げますと、非常にね、あの、お話が進むにつれて面白くなくなってくるというね。<laughs> で、第一話もそれほど面白かったわけじゃないんで、結構ね、2話3話と見るのが苦しかったですね。で、結局、第二部の2話でもう見るのやめました。あまりにもちょっとこう面白くないというか、演技がましいんですよね。 で、そもそもタイトルがね会社は学校じゃねえんだよってのがもう青臭いっていうかね <laughs> いやこのタイトルはないだろうみたいなねまあこういったことですかあのちょっと思い出したのが織田裕二さんがやっていた「お金がない」っていうドラマがね昔ありましてもう30年ほど前のドラマになりますかねであれとちょっと似たようなところを感じるんですけども比較するなら「お金がない」が100でこの「学校は 会社じゃねね。えんんんだよ、かなんかですか、なででですすこれが1ぐらいのもんでです、ねうん、やっぱり何か一つの作品見るときに他のドラマと比較することがあると思うんですけども、まあ、そのぐらいちょっと全然追いついてなかったかなと思いますねまあ本当にね一つはね出てくる人の演技がちょっとあまりにも演技なんですようんこれこのレベルでドラマを作っちゃダメだろう、みたいにね思うところはありますけども まあそこまで違和感感じない人も多いと思いますけども、私はちょっとね、出てくるセリフ出てくるセリフが、なんとなくこう、予測できるっていうかね、もうちょっと意外な展開ないのかよみたいなことがあったり、で、一部の後半の方では、キーマンがね、ちょっとお亡くなりになるわけなんですけども、これもね、最初からね、そうなるんじゃないかなと思うところが、本当にそうなったんで、うーん、まあ、あまりにも、ベタすぎる、ベタならいいんですよ、ベタならいいんですけども、 展開が明け透けてですね、ハラハラドキドキしないんですよね。で、そういったこの主人公が第2部になって一定の地位を築いて余裕な顔をしてね、次世代を育てる場面になるんで、ますます面白くないなと思ってですね。ちょっとキャストに文句をつけるわけではないんですけども、ドラマ全体としても、このストーリーでよく映像化したなと。 思っちゃうところはありますね。うん。まあ今回はね、おすすめのドラマではないわけなんですよ。どっちかっていうと、これは時間の無駄しちゃったなというところで、まあ繰り返しになりますけども、会社を学校じゃねえんだよって、これね、なんかよくこのタイトルつけたなと。うん。これ誰に対してのタイトルなのかなと思っちゃうところもあって。 まあ私はねどっちかっていうとね学校って自分の成績が悪いとまあ赤点になったり追試になったりそれからいろんなことを起こすとね退学になったり低学になったりするんですけども会社って結構サボってもねそのまま許されちゃったりとかでそもそも会社って頑張る人ばっかりがいるんじゃなくって結局ね給料をもらうために仕方なくやってる人ばっかりなんですよ。 うん、まあそう考えていくと、会社ってのは甘い世界なんだなと、もちろんね、会社を支えているといいますかね、牽引している経営者とかになってくると、また別ですよ、会社に投資する人ってのは本気ですよ、ただ、会社の従業員ともなると、やっぱこうね、私が見るのをやめた第2話ですね、2部の2話なんですけども、会社が、 こうね、売却されるときに、そのことをね、売却することを、その代表者が従業員に言うわけなんですよ、こう会社を売却しますよって言うからね、もし気にならないんだったら、もう今のうちやめてくださいと、そうしたらね、従業員さんが何て言うかっていうと、そんなことしないでくださいと、私たちも暮らしがあるんですよ、生活があるんですよっていうふうに口々に言うんですよ。まあ、一つはねあの、そんなことは言わないだろうと思うんですよ。 思っていていもね自分たちの生活のために会社を売るなとかね、会社をあんたが2代目としてやっていけみたいなことを果たして言いますかねというところがあるのとで、まさにね、会社っていうのは従業員さんの生活のためにあるわけじゃなくって、利益追求のためにあるんですよね。それから、社会の貢献のためですよね。 で社会の貢献と会社の利益追求のためには、振り落とされる社員もいるっていうこと、それから当然、クビになる社員もいるってことなんで、まあその辺もね、あまりにもドラマチック、本当にあの悪い意味でね、ドラマチックだなと思いましたね、うわあ感動したとか、うわ意外だったとかね、うわびっくりしたっていうのは、結局、ここまで感じられなくってねうん、ちょっとこれは見るのを損したなと。 思っちゃいました、うんまあタイトルにねピンとくる人ってのはいるんでしょうけども「反逆と成功の企業ドラマね」ねうんなんかそういうふうには見えなかったな、うん、なんか心の残るエピソードも大してなかったし私としてはこれはねあんまりおすすめじゃないかなっていうとこです、うん、でもまああのクソみそに言うわけじゃないんですよ、うん、私の感性にはちょっと刺さらなかったなと。 そういった意味で言うと、もう私もね、こういった20代とか30代の人の感覚をなくしてるのかもしれないですね。えー、どちらかというと、野望に燃えて、この社会に対して、企業とかね、ビジネスってもので、切り込んで、自分の地位を確立しようと、そういう風なな野望を抱く、若者のドラマかなと思っちゃいます。いやでも、そう考えていくと、50を過ぎてね、この社会に打ち立てる、 会社一つ持てない、俺は何なんだと思いますけどもね。はい。それでは今回は以上です。お疲れ様でした。